まあ、タスク終わったら嘘なんですけど、ちょっと圧かけてみました、インポスターに。雑なキルを誘発するための。まあ、終わってんだよ、もうか。よーし、カメラで、今日こそ、キルを見ちゃうぞー。押せたー。ナイスボタン。いいボタン。今回のインポスターはノルマないようだぜ。このボタンは白いな。ボタンだ。大変申し訳ございません。適当に押してしまい貨物に巻いてしまいました。大変申し訳ございませんでした。私名を投票して追放してください。申し訳ございませんでした。わかりました。投票しましょう。クルーはどこに巻いても自由なんだ。すみません、いいえ、もう私が普通のぐらい、全然いられなかった。でも、センターさん理論だと一番右を押すって選択肢存在しないんじゃない？多分、脇パターン的に。めちゃくちゃ冷静に考えてる。つまり、センターさんはインポスそう。あ、そっか。確かにな。真ん中押せば確実なのか。確かに、賢い。やべ、何も考えずに動かしちゃった。確かに真ん中に合わせて出れたら確実なのか。確かに。賢いな、サントスさんは。紫色。じゃあ紫をオレンジ。紫オレンジ青。確かに脳死で押したくなかったら真ん中押せばいいことです。およよよよ、夏目先生死んでるし、夏目先生は合ってないないかな。僕は場所知ってる。夏目先生場所知ってます。僕どこだっけ、エンジンで湧いた時にエンジンに夏目いた。その後に左上のタスクを一緒にやりました。エンジン左上のタスクね、コードの。そうそうで、その後に僕は武器庫の方に向かったが、夏目はどっち行ったのかって感じ。メインには来てないです。絶対 100% 来てないです。メインは来てないですね。あ、コミュとか武器庫のコックピットの方にも来てないです。僕はね、武器庫の壁、扉をエンジン左側と武器庫の下側の扉を開けてるんだよ。で、武器のタスクをしてそのまま上に向かったって感じ。寺蔵さんがそっちから来て、コミュニケーションの方から入ってきて、私が武器庫からコミュニケーションを抜けて、最後コックピットのリングフィットアドベンチャーまで行ってるので、そこの行き来があるんで、多分夏目先生は上なんじゃないか。メインに行ってないって話だと上になるのかなと思います。左にも来てないと思ってます。とりあえず今回できない人言っていいですか。チャゲパヨさんは無理です、絶対に。はい、貨物で一緒に湧いて、僕はアーカイブ行って、チャゲパヨさんは貨物残ってたと思うんですけど、定年直さんともチャゲパヨさんだと思うんで、その後もラウンジですれ違ってるんで、僕とチャゲパヨさんは絶対無理です。シングリさんとゾニキさんとマシャカリさんも多分無理です。シングリさんとゾニキさんとマシャカリさん、センターも入れる。はい、センターも入れて、センターさんも入れていいと思う。で、最後アーカイブで一瞬だけ入った時にチャゲバさんとすれ違ってるので、まあオラクの言ってることが多分合っています。さ、はしごのボタンを取ってさ、なんか僕が最後に登ったんだけど、それの前に2つくらいなかったかなと思ってるんだけど、どうですかね。覚えてねー、申し訳ない。それの該当者がいるとしたら誰になりますかね。誰だろう。寺田さん。いや、言ってない。寺蔵メインホールで湧いて、神宮寺先端ゾニキがいて、ああ、次のターン言うわ。寺蔵さんが絶対ないのは私視点でいける。終わる10秒前くらいに武器庫ですれ違ってるから、僕より先にはしごに登った人が2人ぐらい聞いたかなと思ったんだけど、のせいかな。覚えてなかった。ごめんなさい。それ電気ルームで死んでる可能性あるよ。ミーティングルームで死んでる可能性あるよ。迷ったら真ん中。停電の朝人誰なんだろう。ラ像証言していいですか？はい。メインホールで湧きました。ゾニキ神宮寺先端がいて、先端神宮寺が左に抜けるのを確認して、ゾニキさんはまだシャワーやってたのかな？俺はシャワールームの方に行きまして、で、シャワールームのタスクやって、あ、シャワー直すだけやって、アーカイブの上の動画。まあ、担当さんから白出されてるんだったらいいんじゃないですか。うん。いや、一応、情報が全部覚えてるんで言いたいなと思って。あと、アーカイブのうちの扉。あ、いいですか。ごめんなさい。はしごの話だけど、電気のところもあるって言われたら、そうか。あ、電気、2人上がってます。僕と神宮寺さんです。はい、そうです。あ、そうなんだ。じゃあ、ごめんなさい。僕だけだわ。はしごは僕だけですね。先端神宮寺って、最終的に右にいるの。そうです。メインエレクトリカル、メインシャワーで終わりです。で、まあ、社会さん。神宮寺さん、最後アーカイブいません。最後、1回だけ入りました。で、もうすぐ戻ってます。はい。で、そうなの。エンジンルーム側に抜けたと確認してるんだけど、先端神宮寺。全くないです。神宮寺さんはベントのあるところに行って、で僕はエンジンまで行って、やっぱ引き返してドア開けて、メインの方で、そこで合流です。納得してます。僕エンジンルームの左側と武器庫の下側の扉を僕が開けてるから、夏目はそこには行ってないんですよね。だから、右か上だと思うんですよ。それだとどうかな。あれ、神宮寺さんって3視点って今の話だと、センターさんできる可能性あるんじゃないの？今の話なら。いや、もうずーっと一緒ですもん。いや、全然です。キルクールの30秒では無理ですよ。一緒に行動してるの見てます。その時間軸的にってことに、キルクール、その目を離した隙がキルクール開けたいってことですね。開けてないこと。はい。先端さんから今ワンチャンゾニキあるっていうふうに言われたと思っていて、それ確かにあります。最後、神宮寺さん、先端さんと別れて、メインからエンジン入ってはいるんで、そこで最終キルしてるとかは、ワンチャンあるぐらいかなとは思います。あ、エンジンに入りてるんですよ。それまで誰ができるんですかね。それまで夏目氏が上にいたってことだね。さんとさんでめっちゃ時点でゾニキさんって感じじゃないですか。なるほど。私もできる位置です。コックピットのアドミン情報のとことかでやれるんで、コックピットでやれます私。じゃあさんとさんなのかな。僕とすれ違った直後にやったってことになりますよね、さんとさんは。夏目のこうしっかり出してるから、ちょっともうちょっと知りたいな他の人。ミーティングルームにいたのかな。つらないんだ。なんか今日つらないね。もったいないな、時間が。情報更新ないから、全く。ボタン押さない方が良かったね。スキップ村だね、今日はね。あんまり積極的に押さない方がいいかもな。誰とも会わず。夏の暑さにも負けず。俺がついてるぜ。俺がついてるぜ。あの歌さ、最初ウッディが歌ってると思わなかったみんな。ダイヤモンドユカイさんがまさか歌ってるとは。はい。マシャタリさんの死体がエレクトリカルのところにありました。エレクトリカルはどの辺？エレクトリカル真ん中ですかね。あ、割と直近なんじゃないかなと思ってて。あ、いいですか。すみません。なんか直前にその前にキッチンとセキュリティの間で、サントスさんとプテヤスさんが一緒に歩いててたんで、僕視点でなんだっけ、容疑者サントスさんって話だったから、まあ、サントスさんと一緒に行動するっていうのは結構強いかなって思って、別にこの場面だったらローラでもいいから、サントスさんが本当に犯人かどうかを確認するために僕一緒についていったんですよね。ただ今回の犯行に関してはサントスさんはないですね。一緒に行ってたから。サントスさん視点ではどうですか？停電の一瞬見失った時はあるけど、結構厳しいか。てか、先行してるのが多分私の認識だったけど、後ろがプテハスさんだから、でも割と密着してたと思うから。最後、武器庫入ってきました。あ、私がプテヤスさん入れてる。僕はどうかな。武器庫の入り口ぐらいまでないけど。ギリ入れてないぐらいのとこだったと思います。僕がゴミ捨てやってたんで。やってたね、やってたね。結構ストーカーしてたから、サントスさんは違うと思うよ。ちらっと見えたのがプテヤスさんだったかな。うん。じゃあ僕のセルフが一番ポイントな。他の人の話を。他の人の情報全然誰とも会ってない。金庫室あたりにいた。メインホール、エンジンルーム、宿舎前通路、金庫室あたりしか行動してないけど、誰とも会ってない。神宮寺貨物脇でラウンジアーカイブ、最後シャワーのタオルのところで最終ゾニキさんがアーカイブから来ました。はい、停電貨物で直したのは私で、金庫タスクやった後速攻停電直して上回りで神宮寺さんと最後会ってるっていう感じです。トニキさんは無理な位置だよね、多分。はい。リングジさんとトニキさんはお互い無理。うん、手で直ってるんで。厳しいと思います、リングジさん。トニキさんは無理か。いや、エレキ出たのが15秒ぐらい前ですよね、サントスさんね。そう、多分割と直近だと思う。割と直近だと思う。寺田さん、金庫でタスクやりました？金庫でタスクやりました。僕、金庫行ってタスクやって出たんで、合ってないなとは思ってます。そんなアホな。俺、最後だって宿舎前通路あたりだから絶対合うはずだけど。寺蔵さんのローラーダウンロードやってました？もしかして武器庫でダウンロードやってました。最後は武器庫、あ、金庫だよ。いや、金庫行きました。最初に行きました。最初ってまあオラフ君っぽいね。なんかセルフが一番濃いって、なんかワードチョイスがめっちゃインパスタッパーだな。木神。木神。俺一番最後に入って宝石めがいて出ただけだから、すげえ短い間しかないです。すいません、ちょっと今エレクトリカルのコード確認していってて、真ん中って言ったんですけど、はしごの右ぐらいでしたね、僕が。あ、はしごの右か。あ、よかったよかった。それだとなんか行動的に今確認したら絶対に真ん中おかしいんで、はしごの右です、レポートしたのは。あ、よかった。で、あとそれだったらまあ、僕と寺蔵さんのローラーでもいいんですけど、一応確認したいのが、神宮寺さんがシャワーって言ってたじゃないですか、はい、そのゾニキさん視点で、この神宮寺さんがメインからエレクトリカを降りてキルして上がってシャワーっていう線は絶対にないですか、時間的に。時間的にどうなんだろう。それをちょっと停電中も含めて考えて、それで無理なら、まあ、僕と寺蔵さんのローラーでもいいんですけど、それがワンチャンあるならちょっと怖いなっていうのが。あれ、マジで言ってる？俺ってオラフ君白く見えてるから、それは無理だな。ゾニキさん目線、僕が貨物で湧いてるのって見えてます？見えてます、見えてます。はい。で、僕は上行ったのも見えてますか？そこ私金庫行ってて、正直わからないです。上行ってたとしても容疑者一面はあると思います。うん、神宮寺、そのはしごの下あたりなんだったら、なおさら神宮寺さんも確かにはしごの下なら、容疑者になるかなって。ギリギリキルクール考えるとギリギリ入るかもしれない。オラ君はどこ？セキュリティからか。はい、それをサントスさんとプテアスさんが証明していただけるので、レポートする時間的には僕が言ってることは間違いではないと。となれば、オラフ君とかも他の皆さんに聞きますけど、レポート直前に階段登った音を聞いていますか？聞いてないです。僕は登っていませんので、はしご、エレクトリカルの短い階段を登っていますか？ああ、わかんねえわ。僕は登っていないのでないと思います。僕も聞いてないので、僕自身も。ゾニキさんと神宮寺さんがすれ違ったので、どこだっけ？タオルのところです。シャワーのタオルのところで、はい。で、アーカイブの上から降りてくるゾニキさん状態です。あ、じゃあ登ってないんだったら、オラフ君じゃないんだったら右に抜けてる可能性もあるってこと？上はないと。最後には合ってるので。ああ。俺視点神宮寺さんなのかな。あんまりオラフ君っぽくないな。僕視点もオラフ君はちょっと。難しそうかなと思います。僕も直前見てるので。そうですね、一緒に湧いてるんで。手足はないんだよね。ボタン押すのかな。ちょっとやばいね。ボタン意識が高いけど、釣り意識が低いから。定期ボタンだったらいいんだけど、話し合いのためのボタンがちょっと多い。ちょっと時間差作ろう。それそうだよね、これ。はい。はい。一応、そのキルクールのリセットと。これ、思ったんですけど、サントスさんとプテアさんの両論もあるってことですかね。ありますよね。あると思いますよ。お菓子店あるか。お菓子店あるよ。ある。今、すみません、考えて。サントスプテの両論か、僕目線は寺蔵さん、神宮寺さんの2択なのかなっていう。あと記憶曖昧だからマシャクさんキルのプテさんが後続なんで100やれないと言えないから、かなり厳しいとは思うけど、まあ僕視点はサントさんは無理だ。僕視点はサントさんは無理だ。僕は後ろにだから。ただストーキングしていたことは事実なんで、なんかうまく本当に目をかいくぐらないといけないですけれども、でもちょっと100白出さないっていうことだけ。だし、もしプテサントスなのであれば、多分オラフ君とすれ違ったタイミングでオラフ君切ってんじゃないかなと思うんですよ。切るか、確かに。あんまりそれはよ。ああ、そうね。でも僕、まあ、僕とサントスさんとプテアさんとすれ違ったのが、キッチンじゃなくて、キッチンとセキュリティの間ぐらいだった。アドミンに移らないところね。だから全然切るメリットあると思うんですよね。インポスターならそこで切ったら。ああ、はいはい、映らないから映らないし、死体発見するっていうのも多分分かると思うんで、両論の場合は。神宮寺さん視点のあの考え方を聞かせてほしいかな。オラフ君のセルフ、寺戸さんの浮き位置の寺戸さん、僕目線ゾニキさんはないと思っていますので、そうするとあとは三藤さんプテアさんの二郎、そこですね。思っちゃいますよね。今の話聞いても。ない、神宮寺さんはない理由は何ですか？僕がない理由ですか？それは僕視点。オラフ君だっけ？神宮寺さん視点で誰がないですか？ゾニキさんがないって話。ゾニキさんがない理由。当然ないよ、それは。はい。弁当とかも出てないので。チャゲパイさんは無理なんでしたっけ？僕は無理だと思います。俺はチャゲパイさん無理です。オラフ君視点とサントスさんとかともすれ違ってます。チャゲさんは今回のキルには絶対関われない。それは確定してる。ボタン使ってんだ。キル待ちですかね。やばい、情報更新がないまま死んじゃったね。しかもそんな進んでないだろうですね、確かね。黄色オレンジ黄色オレンジナイス。すいません、あるつもり満々でなかった。ボタン前だけしてる。タスク終わりました。おお、いいっすね。あ、マジか、全然終わってない。僕まだまだだわ。僕もあと2つです。もうちょいです。もうちょいです。まあでも60秒で負けるんで、結構シビアに動いていった方がいいかもしれないですね。ボタンが結構ない。ね。ないっすね。もうちょっと考えようか、さっきの1キル目の容疑者って、ごめんなさい、私も入るところなんですけど、プテさんと私とあと誰なんだっけ、ドニキさんか。いや、なんかメインのホールになんか行きそうだけどな。僕金庫かメインぐらいしかないんじゃないかなと思っちゃうんだよね。エンジンで僕が湧いたのを見たからこそ、夏目さんが左上のタスク一緒にやって先に出てったんだよね。僕はちょっとタスク遅かったから。そうそうそう。で、右だと思うんだよね。絶対右だから、左には来てないから、少なくとも。で、右の中で一番左端にいるのがゾニキさんだからってことですよね。そうですね。あ、そういうことか。メインだったら、メインの半分より左側。左側ですね。ああ、まあ、5秒とかかな、じゃあね。逆にキッチンとかの方に行った人はいないんでしたっけ？一応僕だけだね。で、そう、寺蔵さんと、私が最後武器庫の方ですれ違ってるから、私はキッチンの方から武器庫コミュニケーションって言って、夏目先生を死にしていないので、私自身寺蔵さんが白いんだけど、最後私がコックピットに入っちゃってるんで、夏目先生がずっとコックピットにいたら私ができるっていうパターンが存在するので、私が容疑者1に入ってます。なるほど。コックピット展望。金庫とかここら辺の可能性もあるってことですよね。あ、ただ寺園さん視点でベントは受ける時間は全くないので、寺園さんとすれ違って5秒後なんで、コックピットに入って即切るしかないです、私ができるのは。そう、それぐらい。それぐらい。ただそこは存在しちゃってるんで、はい。なるほど。はい。三頭さん視点、寺園氏の出せる意味がよく分かってないんだけど、そこですれ違ってたら、俺エンジンで殺せる位置に入らないのかなと思って。だったら、プテハシさんが目撃してるはず。ああ、そっか。まあ、タスク終わったら嘘なんですけど、ちょっと圧かけてみました、インポスターに。雑なキルを誘発するための。まあ、終わってるみたいなもんか。よーし、カメラで、今日こそ、キルを見ちゃうぞー。おい、フラオ。元気か、フラオ。水色ピンク。見たね。ああ、もうちょっとちゃんと見とけばよかった。ああ、くそ、見逃した。あ、ゾニキさん、はい、言わないで、エンジンだよね、死んでる位置。はい。はい、OK です。あ、じゃあゾニキさんどうぞ、はい。あ、エンジンの一番左側で、チャゲポイさんの死体がありました。で、オラフ君が来てます。カメラで見ました。見ました、僕も見ました。あ、セントさんも見てたんだ。あ、見てたんだ、セントさん。え、じゃあ2人で見てるってことだよね。はい。オラフ君、コクピットで俺を殺さなかったのは俺をあれだったかい。俺がスケープゴート位置だったからかい。いやー、チートですね、カメラは。2人で見てました。寺田さんに出せるかなと思ったんですけど。あ、だからセルフか、2キル目がセルフで。2キル目がセルフで。だからあれでしょ、マシャさんキルが、エレクトリカルのマシャさんキルがオラフ君で、1キル目は関われないから。ごめんなさい、僕、神宮寺さんの話をした方がいいと思ってて、僕ね、結構前なんだけど、メインホールで神宮さん見たよ。最終、アドミン情報あります。エンジンにキッチンにメインホール1貨物ラウンジあたりに1、それぐらい、そんな感じでした。ああ、じゃあ僕は貨物だから神宮さんメインかな。他は僕とサントスさんはキッチン。はい、うん、そうっすね。はい、ね、合ってるね。じゃあ互いにしろですか？互いにしろで。もう無理っす。ずっといた。ずっと一緒に見てました。ああ。白だ。で、寺田さん自動的に白ですね。てか、そういうあ、でもこれ待って。緑、黄緑、オレンジ以外は全員白ですね。これ、ジョニキさんが相方の死体レポートしてる可能性あるのか？あります。ああ、それはあるのか。僕と、ジョニキさんなわけないじゃないですか。3と3も白か。右全員が白ですね。そうなると僕貨物だからちょっと浮いちゃってるよね。ボタン残ってますか？ないです。オラフ君釣ります。オラフ君釣りますね。オラフ君釣って。まあ、ゾニプテのどっちかってことか。ゾニプテどっちか。寺蔵さん、あとは任せますよ。あ、でも神宮寺さんの私インポスターだった場合、寺蔵さんの人が白になって。あとは任せました。てかゾニプテのどっちかでしょ、多分。まあ、そうなの。あるのかなって。ちゃっちゃとロラスレイのにな。絶妙に見えんかった。オレンジ、緑。オレンジ、黄緑。目の前でゾニキさん殺しました。はしごの下で、寺蔵さんの死体のところ、死体の上に立ってました。私はヌーンで左右に。いや、それ僕ね。ああ、なるほどね。寺さんカメラ？いや、いいですよ、寺さん先。僕が、ゾニキさんが昇降機の左側に来ていて、で、僕が、昇降機の右に入って、リフトで行ったタイミングでゾニキさんがベントに入ったのを見たから、僕はくる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 昇降機を右左にしてました。あ、嘘ですね。はしごを登るようにしてました、三橋さん。え、カメラで見てて、カメラでそうですね、ずっと上で待機してて、カメラ最強だ。はしごを降りた瞬間レポート。カメラ最強だ。じゃあよい、じゃあダメじゃん言わんくてよかった。てか、うん、カメラランプが灯ってる。まあいいや、はい。カメラ最強だ。バイバイ。なんか結構買い殺しになっちゃいましたね。なんかだいぶ絞れてるのにずっとつらなかったから。センターさんのカメラ動画だ。いや、当然。撮れ高満載。撮れ高満載だ。手橋をしばいた。ほらふか。イェイ、カメラ最高。いやー、惜しかったですね。惜しかったね。いやー、申し訳ない。ちょっと朝と白撮れてたのに、ちょっとカメラで狂っちゃった。強すぎるカメラ。申し訳ない。ベントから出てきたから、わーっと思って上の。でも、ドニキさんと戦うしかなかったから、まあ、そうですよね。キルは良かったと思うけど、カメラ強かったですね。あ、でもインポスターうまかったですね。キル途中まで。よかった。え、お聞きたいんだけども、キルしてレポートまでは即、それともちょっと時間空けた？いや、僕じゃないですよ。僕ですね。テラスさんがキルしてますよ。だからいい感じで。たまたま見つからなかったけど。僕がキルってついてすぐついてきました。かいくぐったんですね、やっぱり。レポートするか迷ったんですけど、まあレポートするしかなかった。そっちに行ったらダメだと思いながらすれ違ったから。いや、運悪くなるね。でもいい試合でした。タスクみんな終わってました？俺だけだった。あ、終わってた。終わってた。じゃあまあ釣りミスったとしても俺が最後1個やって終わりだった。まあいい試合でした。あ、ちょっとお茶で終わった方が楽しい。お茶つきます。お茶取ってこよう。お茶取ってこよう。あ、私もお茶取ってこよう。お手洗い行ってきます。じゃあ僕もお手洗いに行ってきます。そっかそっか、カメラついてたもんな、そういえば。俺自身あんまり意識してなかったけど、ミーティングルームにカメラあってよかった。うんですね。階段の音鳴った瞬間からずっと見てました。お、先端、誰かが見てるなって。エンジンルーム、金庫室もついてるな。よし、ミーティングルームも確認しに行こうと思ったら、弁当からパカって出て、うわーって上に上がる。その時はもうカメラのこと頭になかったけど。すいません、お待たせしました。はい。あ、はい、お願いします。お願いします。あれ、これ休憩ですか？いや、わかんないです。みんな結構水に取りに行ったりしてますよ。そうだよ。炭酸水飲んでましょう。最後の曲は難しかったな。ゾニキさんが突然来て切って、僕と寺蔵さんははしご登りよりタスク終わったんでしてましたとかの方が良かったのかな。あ、でもさ、そうか、寺蔵さんが弁当、あ、そうか、関係ないです。それはカメラ見られてるから結構きつかったかもしれないですね。限界か。でも、あそこまで行ったのは結構すごい。正直言ってたらまだイーブンだったかもしれない。ああ、嘘ついてなくてってことか。上り下りしてて、またまゾニキさんが右左やっててみたいな。そうそうそう。だから最後に足引っ張りそうになって糸を汲み取ってクスクス黙ってよかった。なんか言いかけてました。あ、だからセキュリティにいたことを先に確認するとカメラが見たことが多分公表情報になるから、インポスターがカメラが光ったことが公表情報、あ、カメラ認識しねえんだと思って、やべえと思って、そうそう、だから手橋さんにから話してくださいって言ったんですよ。多分それで詰めたいんだろうなと思ったから、そうだから私やばいって言って、それは戦略的だな。素晴らしい判断だ。お見事でしたね。言わないでって思いながら、足引っ張りそうになったから危ねえ危ねえと思って。これだと貢献しちゃったか。いや、途中神宮寺さんテラゾーローラーでいいのかなって思ってたから危なかったわ。すまない。思えば。いや。いや、思いっきり推理外しちゃった。二郎じゃない場合ってかいくぐったそんなパターンだったんですね。すごいな。